レイン教官。どうして私なんかのところに来てしまったんですか。ここに来る直前にレオノーラさんと話したんです。私が妙に浮かれて、それでいて悩んでるのに気づいて、改めて相談に乗ってくれて。そうしたら、私が抱いてる感情というのが、だったらどうして、なぜ私に連絡したんですか。最後の夜かもしれないのに、自分の感情すらわからなかった、まがいものの存在なんかを優先して。今からでも遅くありません。どうか他のふさわしい方に連絡を。いつも頼もしいこの人にも弱いところだってある。その弱さを私なりに守りたい、そんな風に思うようになりました。不思議です。1年前は多分何も感じなかったと思うのに、こんなにも綺麗で泣きたくなるような。問題もありません。私はリンさんの教え子でパートナーです。ずっと一緒にいますから。